相四つの体落としを説明していきたいと思います。この体落としも、この三角形を使って、練習をやってください。足の位置からいきたいと思います。一本目の位置はこの三角形の頂点ですね。膝にしっかりとバネを残して一歩目踏み込んでください。2歩目、この2歩目もこの三角形、この場合は三角形のこの線の位置ですね、あまり入り込まない、この線の位置に2歩目の足がつくように入ってもらいたいと思います。1、2、3で腰を回転して、体落としに入るわけですけども、この時に気をつけてもらいたいことは、自分の足横一直線に親指が並ぶようにしてください。よくあるのがこの出した足が後ろに引きすぎてしまう人がいるんですね。こうなってしまうと腰の回転が途中で止まってしまいます。 1、2、3、 相手をしっかり投げるためにはここまで腰を回す必要がありますか。そのためにはこの出した足が自分の足並ぶところまで入ってもらいたいと思います。1、2、3、横一直線並ぶように入ってください。そして親指、見て分かるようにまっすぐですね、まっすぐ親指が、これもよくありがちですけども、出した時の足が内側に入りすぎる選手がいます。これは膝が折れやすいんですね、非常に、もろくなりますから、親指まっすぐでバネをうまく使えるこの形で入ってもらいたいと思います。1、2、3、1、2、3、上半身に行きたいと思います。体落としは自分のこの釣り手、顎の下を押すような動きをやってください。こうですね。1、2、3、相手の顎を押すようなイメージです。引き手は前に引きます。1、2、3、相手の顎を押すことによって相手の重心がこちらの方へ動くんですね。で、一本の足に乗ったこの足に自分のつっかえ棒となるこの足を持っていきます。1、2、3、1、2、3、1、2、3。この体落としは先ほど説明したように相手の顎をしっかりと斜めに押し出すようにしてください。そして、全ての技に共通しますけども、必ず技に入った時には目線まっすぐ、姿勢が悪いと特にこの体落とし相手にかかりませんから、ぜひとも目線まっすぐで姿勢のいい形で、入れるように練習をしてください。